あっちどっちそっち ADS。 じんちゃんの古民家万歳。古民家とは築70年以上の木造住宅のことです。古民家再生を通して伊賀名張地域の活性を伝えていく番組です。伊賀古民家再生協会代表理事、じんちゃんこと神保健一さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ナビゲーターは野上美音です。ではじんちゃん、今月のテーマは。はい、今月のテーマは全国空き家アドバイザー協議会伊賀支部が設立されます。あっちどっちそっち ADS。 全国空き家アドバイザー協議会伊賀支部ですか。はい、また新しい会が発足するんですね。そうですね、8月の24日になるんですけれども、空き家の専門家の団体ということで、伊賀市に、まずは伊賀市に作って、おきます。これは名張も、名張もゆくゆくですね。あ、ゆくゆくということですか。これは自治体単位になるんですけれども、名張もゆくゆくは計画しておりますので、少々お待ちください。わかりました。はい、それでは、この団体がどんなことをするのかとか、団体を作った経緯をお話しいたします。まず空き家あるいは古民家の問題っていうのは、やっぱり皆さんそれぞれ所有されているので、所有者の方の課題であったんですけれども。そうですね、そうですね、そういうイメージが強いです。そうするとやっぱり他の人がそのことについて何か口を出すということではないなっていうことで、なかなか問題が先送りされていて、で7年前に空き家法という法律ができました。で、その法律にものっとって各自治体さんは空き家バンクを例えば運用したり、あるいは被害を及ぼすような危険な空き家に対して対応したりとか、とても頑張っていらしたんですけれども、で一定の成果はございましたが、やっぱりそれでもですね、空き家になってしまう空き家発生率って言いますけれども、そのスピードの方が早すぎて一向にやっぱり減らないんですよね、空き家が。そんなにスピードが速いんですか。そうなんです。それでですね、問題はもう一個、この10年後にございまして、はっきり言いますけれども、10年後の空き家率っていうのが、30% を超えるのではないかというふうに言われてるんです。もしこのまま対処しなければね。じゃあ3軒に1軒は空き家。そういうことですね。ですね、で、この地域もそれに入ってるんですか。うん、もう全国的なことなので、特に、都市部ではないところはやっぱり大体入ってます。それで 30% を超えると自治体の財政破綻の条件に入ってきちゃうんですよ。その空き家のために自治体が破産したら大変ですね。そうなんです。空き家が増えるということは人口が減って、さらに、出てきていってしまうといいますかね、はい、自然に減るんじゃなくて出てっちゃうということで、さらに人口が減ってしまうということで、財政破綻の条件に当てはまってきます。ただし、はい、ただし、ここからです話は、はい、その暗い話をしに来たわけじゃないので、もし、あるやり方次第で空き家率っていうのは下がりますし、財政破綻を免れるどころかですね、町に活気が戻ってきます。そして何かこう明るい未来が、やってくる。それって絵に描いた餅ではなくて、実際成功しているところってあるんでしょうか。ございます。あ、そうなんですか。はい、成功しているというか、それは常にバージョンアップしているので、成功し続けなければいけない。まだこの先も努力は必要なんですけれども。じゃあそのモデルケースを学んで、はい、伊賀バージョンっていうのはできるかもしれないですね。そうです。
これまでのやり方ではやはり、問題はやっぱり解決しないというところで、政府もですね、今年の3月に、空き家法を改正しました。で、どういう改正をしたかと言いますと、民間の空き家の専門家団体と行政さん、これまでの行政さんと、その二刀流で、頑張って地元の空き家対策をしてくださいというふうにしたんですよ。そういう制度を作ったんですね。そこで、私たち全国古民家再生協会の姉妹団体である全国空き家アドバイザー協議会というのはございまして、それの伊賀支部を作ろうと。そして伊賀市と一緒に、空き家の課題解決に努めていこうと今考えているところでございます。なるほど。じゃあその協議会が立ち上がるのが8月24日。 そしてもう早速町と伊賀市と二刀流で進めていこうという、はい、そんな話になりつつあるんですか？そうですね、これからそのアクションは、していきますけれども、この秋から年末にかけて伊賀市さんと、指定、伊賀市さんの指定を受けていこうというふうに私たちは立候補してまいります。なんかどん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 進化していく。でも考えてみたら、はい、もう待ったなしですよね。待ったなしなんです。空き家がどんどん増えていくってことですからね。そうなんです、で、その古民家再生協会としては、これは決して、空き家というのは古民家に特化したわけではなくて、いろんな空き家がありますけれども、はい、全てのその築70年以下の空き家も全部含めて、はい、ということですね。もちろんでございます、はい、分かりました、はい、でこの空き家アドバイザー協議会伊賀支部という団体の、いいところといいますか、強みはですね、はい、この全国空き家アドバイザー協議会というのは全国各地にございまして、すでにもう成果を出している地域もございますので、その地域の、事例とかノウハウをですね、そのまま使えるところをこちらの地域で伊賀市で使おうというところが一番の強みでございます。ノウハウを共有するということですね。じゃ実際もう成功している町があるということは、そのモデルケースを使っていけるということですもんね。はい、心強いです。そうなんですか、はい、それがいよいよ、この秋にスタートして、はい、行こうとしてるわけですね。はい、で構成されている、その団体の構成員は、まず建築の専門家、工務店の人とか、あるいは解体業の人、それから、相続とか何かこう手続きの専門家である、司法書士の方とか行政書士の方、それからもちろん売買とかの専門家である、不動産業の方、そういった方ですけれども、もちろんこういった空き家のことについて非常に関心のある一般の方ももちろん募集しておりますので、もしご関心ありましたら、ご連絡いただきたいと思います。はい、わかりました。じゃあ一般の人も興味のある方なら参加することができるということですね。はい、はい、じゃあ私たちとしては何をすればいいんでしょうか？はい、まず私たちは今申し上げたように空き家アドバイザー協議会の伊賀支部を8月に立ち上げます。そして、空き家等管理活用支援法人という、その団体ですねに指定されるように、伊賀市の市議会議員さんを通して働きかけをします。そうしましたら、皆さんはもし空き家を所有されている方がおりましたら、空き家バンクにまず登録をしていただきたいと思います。で、登録するっていうことは市役所に行っていただいて、住宅課の方に行っていただいて、登録の希望の旨を言っていただくと。そうするといろんな条件を提示していただけますので、その時に例えば荷物があって登録、荷物は
片付けてくださいよとか、はい、あるいは登記ちゃんと登記してますかとか、あ、そういったことがありますね。そうですね、わかりますわ、はい、その空き家バンクに登録って言ってもなんかやっぱり手続きがややこしいんじゃないのかと思って二の足を踏みがちなんですけれども、うん、それは、その市役所とかに行って相談すればいいということなんですね。そうですね、はい、やっぱりなんて放っておくのが一番家にとってももったいないことですから、空き家バンクに登録する方向に進めていきたいと思います、はい。で、もちろんその一つはその市役所に相談するという方法もありますし、はい、なんかセミナーもありますよね。そうですね、古民家再生協会が主催しているですね、家の就活セミナーというのがございまして、毎月、させてもらってるんですけども、まあ、そこで、いろんな、初歩的な知識から何からを学ぶことができますので、一度お越しいただければまず何から手をつけたらいいかというのがお分かりになるかと思います。分かりました、まあ、相談はその月に1回行われています家の就活セミナーにお問い合わせいただいて参加いただくというのが一番いいかもしれないですね、はい。お問い合わせ先は電話番号 0595-541007 54-1007 番にお願いします。さあ、それでは最後に、はい、りんちゃんが今月お伝えしたいことは何でしょう。はい、私たちも伊賀支部の立ち上げに頑張りますので、皆さんも行動を早くしていただければ、それだけ伊賀名張の空き家が減って、そして、まあ、貴重な文化である古民家を未来に残すことができます。すべては10年後の伊賀名張を元気な町にするためでございます。伊賀古民家再生協会ではご相談はいつでも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。電話 0595-541007 番です。以上、じんちゃんの古民家万歳でした。あっちどっちそっち ABS